皆様もよくご存知の曲になると思います。ベルディのオペラ椿姫から2曲続けてお聴きいただこうと思っております。最初に乾杯のガッショ、それから娼婦椿姫の第1幕で歌われるものすごく悲しい、そして美しい、難しい曲になります。それでは最初に乾杯の歌から聴いていただこうと思います。多少の準備の方はできましたでしょうか。 それではお願いいたします。